東京オリンピックえニュースなんだろう。え今 何してたのこれ泳いでた泳いでた平からのこれクロールですか。これクロールなんですかこれ。完全に溺れてますよね。そうですね、こうでしたね。ちょっとあんまり泳ぎが得意な。変な動きするのやめてもらっていいですか。泳げないんですよ。いやいや、どうでしたか。いや素敵でした、素敵でした。はい、優しい松木さん。次行きましょう。一番シンプルな、シンプルなコメントいただきありがとうございます。さあ、そして、はい、今回ね、競泳ということで、はい、今日放送した理系女子、うん、理系女スイマー、牧野選手、はい、どうでしたか。これびっくりしましたね。そう、あの勉強家というか研究家というか。そうなんですよ。17歳ですよ。高校生でああいうことやるんだ。牧野選手の高校の卒業研究のテーマが、うん、トップスイマーと一般人の泳ぎの違い、うん、例えば手をかく際の角度を分析して、うん、より抵抗の少ないフォームで泳げるように研究を重ねたそうなんですよ。そうですね、水の抵抗がね、一番こうね、この早く泳ぐには大事だと思いますね。でもこの研究、自分のためじゃないんですよ、最初は。もともと水泳部の後輩たちの成績を上げようとして選んだテーマだったって。そうか。そうで、これが実際にすごい成果を上げたんです。牧野選手の学校は中高一貫校で、うん、この研究結果をもとに泳ぎを見直した中学生が関東大会で女子総合優勝したんですよ。で、牧野選手の学校ではそれが史上初の快挙。うわ、大成功した。高校生ですよ。そうですよ、高校生の研究がこんな結果を生み出した。やっぱりね、あのスポーツ科学といいますかね、どうやってこうメカニズムが、どういう泳ぎ方がいいかっていうことを研究するだけでも、これ選手にはすごくいいプラスになるトレーニングなんですね。卒業で研究ということで、それが本当後輩たちも代々引き継がれて、うんね、チームの財産になってきますね。泳ぎ方も、ね、年々変わってるみたいですからね。昔とは変わってますね。変わってるという、そういう研究大事なんでしょうね。高校生の研究です。そんな牧野選手にはここからクイズです。牧野選手にはあるルーティーンがあるそうなんですが、牧さん何だと思いますか。ルーティーン、ルーティーンがある。なんだろう。なんかヒントあります？え、ヒント、まさかこういうんじゃないだよ。違う、ラグビー蹴っちゃいますか。ごめんなさい、ポーズ。選手の何ですかね。でもバタフライ、泳ぐ前、泳ぐ前に、これはとっても礼儀正しいです。正しい。あ、もうこれ結構のヒント言っちゃったの。礼儀正しい、結構言っちゃったな。レース直前じゃなくて、ああ、何ですか。お辞儀。お辞儀。ちゃんと礼儀する。まあそのままで。ヒント。あ、まだヒント今のは。何に挨拶するでしょう。何に。プール。スタートの直前。そうですね。プール。プールに。レーンで。違います。そんなの普通ですよ。普通。結構。言うね。これびっくりします。着用する水着、キャップ、ゴーグル。で、頑張ろうねって言うんだ。さすりながら挨拶するんですよ。あ、来てからそのも。え、自分の身につけた上に頑張ろうって言うんですって。挨拶。そうで、これは小学生の頃からずっとやっていて、一緒に戦うぞっていう、はい、周りの人にこのことをあの話したり、うん、見られたりするとちょっと驚かれてしまうので、二人になった時にこっそりとやってるそうですよ。俺もそういえばスパイクに言ってたことあったな。あれ、何て言ってました。今日頼むぞ、今日頼むぞ。あ、やっぱりでもね、本当にもうね、なんか相棒ですもんね。そうです、だからやっぱゲームにこうどれだけ自分の気持ちよく入っていけるかという部分のこの準備の一環なんでしょうね。気合を入れるためのルーティン。一緒に戦うぞ、うん、でもいつも一緒ですもんね。なるほどね、本当ね、唯一それだけがこう自分のまあ武器になってくれるというか、そうです、味方になってくれますから ね、意外でした、でした、はい、東京応援宣言は毎週日曜朝6時30分から放送です。ぜひご覧ください、はい。